いや、この並びやってみたかった。俳優としてもいいけど、監督のジョン・ファブローのフィギュアとしてもいいよね。もうめっちゃくちゃ最高でした。皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。いやー、見てきましたよ。スパイダーマンノーウェイホーム。もうね、新しいスーツ、そしてストレンジはもちろん、ドクターオクトパスとかね、グリーンゴブリンとかも、親友ネット、MJ も良かった。もうみんな良かったんですが、その中でもひときわ輝いていたこの人を今日はご紹介します。ハズブロ、マーベルレジェンド、ハッピーホーガン&アイアンマンマーク21、2パックでーす。マーベルレジェンドインフィニティサーガより映画アイアンマン3に登場したスターク・インダストリーズの警護部長だった頃のハッピー・ホーガンと、数あるスーツの中から黄金に輝く異色のパワードスーツマーク21ミダス。3ではハッピーは敵の存在にいち早く気づき、戦いを挑むも爆発に巻き込まれ重傷、序盤で退場してしまいました。しかしトニーが亡くなった後はスパイダーマンであるピーター・パーカーの親代わりとなってアイアンマンの意思を継ぐという重圧に苦悩する彼を支えていましたね。ノーウェイホームでも登場していたこのハッピー、まさかのマーベルレジェンド化は親父好きとしては嬉しい限りです。もう一つのマーク21は映像を確認しても、もうね、出てたってな具合で、数多く登場したパワードスーツの中の一つという扱いで、もう画面にもね、はっきりとは確認できませんでした。まだね、イゴールとかなら良かったんだけどね。要は以前に発売されていたマーク7のリカラーアイテムのようです。さあ、では早速パッケージから見ていこう。箱は大きめ、いつものインフィニティサーガシリーズでアイアンマンマーク3と、横で後ろ、ポスター画像がかっこいいね。反対は同じで、下と上、開けていこう。インクレディブルハッピーホーガン。はい、アクセサリーは少なめだけどレビューが楽でいいね。いや、もうクリソツハッピーとめっちゃくちゃ綺麗なミダスだね。じゃあブリスターから取り出してじっくり見ていこう。まずはハッピーから見ていこう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。演じているのは俳優であり映画監督、映画プロデューサー、脚本家など多岐にわたる才能の持ち主ジョン・ファブロー。ご存知のように MCU 最初にして原点である映画アイアンマンの監督を務め、 MCU 成功の立役者と言われています。またスターウォーズの大ファンということでドラママンダロリアンでも制作総指揮を務め大ヒットさせていますね。これは出たがりの彼がフィギュア制作まで関わったんじゃないかっていうぐらいそっくりだね。顔のパーツはもちろん、ふっくらした輪郭、そして尖った顎、生え際なんかもそっくりです。で、ちょっと癖のあるね、髪のディテールだったり、いやーバッチリジョン・ファブローそのまんまですね。体は太めのスーツ素体、黒のジャケットに黒のネクタイ、こちら軟質パーツで、中のシャツ、胸元にポケットの造形があります。ジャケットにも各ポケット、そしてボタンの作り込みがいいですね。横から見ると中の白いシャツが隙間から見えちゃうのが惜しいところ。袖にもボタンの造形があります。後ろはこう、左右非対称のシワの感じがいいですね。腰のベルトは光沢のある黒、バックルはシルバーで塗装されています。ズボンの折り目や縫い合わせの造形、そして裾のダボついた感じがいいですね。靴は光沢のあるビジネスシューズ、細かい造形がいいです。裏はこんな感じ。
稼働を見ていこう。頭部左右は顎が上がり気味になりますが、まあよく動きます。傾きは良好ですね。で上下は下ちょっとかな。で上まあ上向いてる感じにはなりますね。体は水落ちの下で前後、そして腰で左右のロールがあります。左右よろしくて、はい、前にワンクリック倒すとここまで、後ろはまあジャケットが邪魔してこんな感じですね。肩はここまでしか上がらないですね。で前後360度回せて、上腕でロールがあって、肘は二重関節でここまでいきます。手首は裾にちょっと干渉しますけど動きます。足はももの上で左右のロールがあって、真横に上げるとこんな感じ。開脚はこう、足を前に出すとここまで、後ろはこんな感じ。膝は二重関節で若干固めですが、素晴らしい、ここまでいきます。足首は裾が邪魔してそんなにいかないかなと思いきや、下にはここまでいっちゃいます。左右のロールはありませんが、内側外側よく動きます。ハッピーの付属品は一つだけ、スマートフォンです。ホームボタンの造形は確認できます。画面には通話と拒否のプリントがありますね。その他白くなんか書いてあるんだけど、残念ながら僕の肉眼では読めません。裏側にはなぜか数字の5が描かれています。なんでここに番号をつけちゃったかな。持たせるときは右手かな。トニーに証拠の映像を送りましょう。高さは約 16.3 センチ。大きさ比較は MCU 初の映画アイアンマンからフィギュアーツトニー・スターク、そしてマーベルレジェンドのスタン・リー。いや、この並びやってみたかった。俳優としてもいいけど、監督のジョン・ファブローのフィギュアとしてもいいよね。そしてスパイダーマン・ファーフロム・ホームから先日レビューしたマフェックス・スパイダーマンアップグレードスーツとフィギュアーツ・ニック・フューリー。私をスルーなんてしようと思うなよ。続いてマーク21、ミダス。まず全身ピックピカピカでめちゃくちゃ綺麗ですね。造形は以前にアベンジャーズ名義で発売されていたマーク7と同じということで、そのマーク7のね出来が良かったので今回の21もかっこいいです。成型色は濃い金と薄い金の2種類、そして口元にはさらに別の金色の塗装が追加されていたりと、金一色ではなくていろいろな金で色付けされています。胸のリアクターはプリントで、その周りは金の塗装がされています。あばらの部分もさらに塗装が追加されていて、腹部はこちら成型色ですが、脇腹には金の塗装が追加されていると。首元や肩の一部にはシルバーの塗装がされています。肩のアーマーはこちら成型色に金の塗装が追加されています。腕は金の成型色に一部塗装が追加されていて、肘のジョイントはガンメタリックの成型色、手首親指の付け根は金の塗装が追加されていたりと、なかなか細かいです。背中の造形も細かいですね。とってもいいです。このスラスターは展開が可能で、こんな風に広げることができます。そしてよく見るとスラスターの裏側にも細かいモールドがあります。このあたりも素晴らしい。下半身も2種類の金の成型色に、太ももの横は金の塗装、膝のジョイントはガンメタリックの成型色、さらにその膝の表側は別の金で塗装がされていると、いやーなかなか細かく作られていて、ほんとこのミダスいいですね。足の裏はこんな感じ。可動を見ていこう。頭部は顎を上げれば左右よく向けます。傾きはちょっとだけですね。上下は下よいしょ下こんな感じかな。上はこれね
ほとんどいかないって感じです。ここ残念。体は溝落ちの下のジョイントのみで、左右はよく動くし、傾きも問題ないですね。前後は前、後ろ、はい、のけぞりはいいですね。肩を真横に上げる際は、この肩アーマーのつなぎ目は軟質素材でつながっているので、上げた際にはこのように一緒に上がってくれます。ただね、このままの状態を維持してると、形がこういう癖がついちゃうんでね、あんまりおすすめはできないですね。前後の引き出しなどはなく、前に腕を上げると、干渉してここぐらいかな。後ろもこれ以上は上げない方がいいですね。上腕で左右のロール、肘関節は曲げるとここまで。手首は手の甲のアーマーが干渉するので、外に動かすのは苦手。下半身はももの上でロールがあって、足を真横に上げるとこんな感じ。結構広がるね。足を前に出すときは横に逃がせば90度以上いきます。ここが干渉しちゃうんだよね。はい、で後ろに向けるとここまでいくかな。膝は二重関節で曲げればここまで。素晴らしい。足首は上はちょっときついかな、下はこんなもん。内側外側の可動はいいですね。付属品はいつものリパルサー用の穴の開いた開き手と、そのリパルサーエフェクト、今回はブルーのクリアパーツです。手につけたり足の穴につけたりして飛行状態の再現や、いつも通りリパルサー発射の再現もできるね。高さを見ていくと約 17.2 センチ。大きさ比較、フィギュアーツマーク7と ZD トイズマーク4に来てもらいました。マスクの作りは ZD トイズとマーベルレジェンドはだいぶ似てがっちりしてますが、フィギュアーツはだいぶほっそりしてるんだね。3人揃ってスーパーヒーロー着地。しっかり決まってますね。他のフィギュアーツや ZD トイズと遜色なく決められると、カラーリングもいいし好みだす。いやー、気に入っちゃったな。というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介しましたこちら、マーベルレジェンドハッピーホーガン&マーク21ミダス。いや、本当にそっくりのハッピーというかね、もうジョン・ファブローその人でした。ハッピーとして遊ぶもよしですがね、僕はトニーやピーターと絡めたり、スタンリーやマンダロリアンなんかと絡めて、もう監督プロデューサー遊びもたまらなかったです。ミダスもただのリカラーと侮るなかれ。多数の成型色に塗装も分けられていて、とてもゴージャスでかっこいいです。すだちで立たせておくだけで映えるので、皆さんのパワードスーツコレクションの一つに入れてもいいんじゃないでしょうか。今回も大満足でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになります。動画の最新情報はジェイズホビーベースのインスタグラム、ツイッターをチェックしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。